こちらポイント P 襲撃者あり。相手の兵力は1名。何者だおい、何者だと聞いてる。ポイント P 何者だ。シーフだ。警察呼んだ方がいいかな。思い知らない。ゲーマしっかりして。あら、かなでちゃん。学校の帰り。そうだ、選べ。泣いてください。本能の赴くままに泣いてください。泣いてください。かなでちゃん、ごちそうさま。ルン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 。きっしょー、宿題したくねー。まあ確かに成績が悪いからやんなきゃいけないんだけど、とにかく勉強したくねー。いや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 、ここは一つやりたいことを考えてみようじゃないか。やりたいこと、やりたいことね。どかどかうるさいよ。何時だと思ってんの。やりおりですね、動物成長箱。たまにはいいだろう。たまには。私の料理で太るはずがないんです。うかつでした。あなたの料理は計算外にしていた。セラ、あなたが私に脂肪を見つけた。メンマ、ご飯だって言ってるでしょ。いいからほっとけっつってんだろ。この私に逆らおうなんて100年早いってばね。ご飯食べるわよね。ね、はい。選べ。はぁ、レンちゃん。美少女が空から落ちてくる。権藤大子さんが空から落ちてくる。必ずその通りになる。つまり、かなでちゃん。だが心配しないように。じゃ、そういうことで。待ちなさい。離せ。千時間千時間。ゲーマ覚えてるでしょ。あんまり覚えてない。さて、ゲームゲーム。これ待て。先生、こんなバカ誰が。私の身内の門が随分と世話になったようだね。俺は女と戦う趣味や。てめえ一体何者だ。通りすがりの中だ。親父、ずいぶん楽しそうだな。何かあったのか。別に。夕飯できたよ。夕飯できたよ。そういや、またボルトが厄介事を抱えてるらしいじゃねえか。知らねえ。おやじ、夕飯できたっつってんだろな。ほんまや。ボン、お帰りなさいませ。リュウジ、あった。おっと、頭染めよったな。将来ニワトリでもなりたいかい。切らせろや。ただいま。
違う靴なんだよ。もう知らんかよ。ぶっつさ、なんでこの匂いは。てめえ人のもんなくてたから。お待てでろよ。罪深いことに贅沢な一品だ。全然嫌いではない。一寸のカニも五分の魂っつってね。観念して安らかに眠りましょう。お前がな。しゃあ、つまらぬ摂取をしてしまった。叩いても叩いても毎年毎年懲りもせず。お母さん、ここはこの家はもうダメだ。何時だと思ってんの。静かに寝なさい。くも、二人とも やめろよ。先生方が驚いてるだろう。あ、はい、よろしくお願いします。バンバン叩くんじゃねえ、ぶっ飛ばすわ。うっさい。元々言えばあんたが弱っちいからとっ捕まってごめんわ。カツキでしょ。あんたも喋るならハキハキ喋りなさいよ。あの、本当によろしいのでしょうか。ん、ああ、寮でしょ。むしろありがたいよ。強いかもしんないけど私は信頼して任せるよな。うん、こんなどうしようもないやつだけど、みっちりしごいていいヒーローにしてやってください。いや、ダメ。ハンバーグだから。そんなのはダメだ。風の時はおかゆが一番なんだってば。おかゆ熱下がったんだし。いいじゃんかよ。なんでだよ。ハンバーグ。おかゆだって。だから、ひまわりはハンバーグが食べたいって言ったんだよ。俺が食べんじゃねえよ。おかゆ、あなたたち騒ぐなら外に出ててちょうだい。あんた、いつまで寝てんの。ほんとも、ほら起きる。朝ごはんできたよ。ちょ、もうほんとマジ勘弁して。二日酔いなんだって。なんだよ、朝からうるさいな。私は誰の差し図も受けないねん。しょうがないわね。どれ、こっち向きなさい。おはようございます。あんたたち、この子の世話ちゃんとしてんの。いいから早くご飯食べなさい。銀さん。誰ですか、あれ。母ちゃんだよ、八郎の母ちゃん。八郎って誰だよ。まったく、今一体何時だと思ってんの。すいません、すいませんでした。何かあってからじゃ遅いんだよ。すいません。お前もちょっと来い。お前は逃げただろ。この世に出ていくの邪魔で逃げてる。どういうことだよ。私は何でもしないけど。帰るですって。あなたのホームはここでしょ。あなたが行かないと言うまでに止まらないパンチ。母さん、やめ。とりあえず話し合おう。この場所にいないから。マジちょろすぎだぜ。中身がただの水道水とも知らずにな。あいつの心の声を僕がテレパシーでそのまま母さんに送っている。これからもたっぷり稼がせてもらうぜ。てめえの大事な家族が破滅するまでな。待てよこら。破滅させるな。もうあのセールスが来ることはない。ママ、聞いていい？またその話？パパってどうして帰ってこないの？いつも知らない知らないばっかり。今日は少しおかしいわよ。私たちのこと忘れてるかもしれないでしょ。サラダ！NNS 音楽祭最優秀新人賞は誰だそれ。今一番人気のアイドルさんですよ。アイドルとかテレビとかもはや前時代の遺物だよ。リアルアイドルなど今や沈みゆく船。新しい時代には新しい船に乗らなきゃ。二人とも容疑よく食べな。大丈夫だべか、悟空さ。
坂本くん出ておいで。坂本くん、いや、まぶしい。いるのは分かってるのよ、坂本くん。恥ずかしがらなくてもいいのよ、坂本くん。どこかしら。おう相棒、海行こうぜ。海に行こうって誘いに来たんすよ。あら、言わねー。いや、相棒、姉ちゃんいたんだな。あひゅー、お姉ちゃんと間違えられて嬉しい。あひゅー、くんちゃんに相棒ができるなんて。お、相棒の母ちゃんなんすか。そうです。今日は何の用で。いや、そこの道をなんとなく歩いてたら佐伯って出てっから、ここじゃねえかと思ってよ。行くわけないだろ、めんどくさい。せっかく相棒くんがわざわざ来てくれたのよ。行きなさい、クスを。あひゅー。